ライアン・モロイは、イギリスの歌手、ミュージカル俳優。フランキー・ゴーズ・ハリウッドの再結成キャリア、ライアン・モロイは1990年代後半に、ジャミロク・ワイや、ザ・ライトハウス・ファミリーのサポートで、ウルトラ等でのバンドでボーカルを始めた。ミュージカルの舞台にも数多く出演。ロンドンのプロダクションのシェイクスピアの、ベニスの商人や、マクベス等。2004年には、 ナショナルシアターでのオリジナルキャストとして、ジェリー・スプリンガー、ザ・オペラで、トランスジェンダーのトレモント役を演じ、オリビエ賞の助演男優賞を獲得。またウエストエンドのヒットミュージカル、タブーにてボーイ、ジョージやリン・ポールと共にスティーブ・ストレンジ役を演じた。2004年10月には200人を超える公募から、フランキー・ゴーズとハリウッドの新しいリードボーカリストに選ばれ、 ウフェンブレーアリーナで開催された英国公室主催のチャリティーコンサートに出演、さらにツアーに参加。ソングライター、歌手、俳優として2005年にはユーリズミックスのデーブ・スチュワートとパロディードクメンタリー、プラチナム・ミアードを手掛けた。それにはクリスティーナ・アギレラ、グウェン・ステファーニー、カーメン・エレクトララも参加した。2006年にはベン・エルトンのロッド、 スチュワートのミュージカル、トゥナイト、エス・ザ・ナイトに、スチュワートの役で出演。また2006年8月には、自らのバンドサンタンで、エディンバラフェスティバルに参加し、ジュールズ・ハランズ、ジャムハウスクラブに出演。2008年からは、ウエストエンド制作のミュージカル、ジャージー・ボーイズのオリジナルキャストとして、フランキー・バリ役で出演、6年間同役を務めた。 2014年3月に、同役で、ウエストエンドでの最長公演記録を打ち立てて、同役を去る。同時に、映画、ジャージー・ボーイズ・サントラバンのボーカル収録にも参加。2014年7月から10月まで、期間限定で、ブロードウェイ、ジャージー・ボーイズ同役を務めた。英国では、ジャージー・ボーイズとして、多数のテレビ番組に出演。他、自身での作曲、 様々なミュージシャンとのコラボレーションなど、ボーカリストとしてやミュージカル俳優としてだけでなく、幅広く音楽活動を展開している。2016年には、RM ミュージックレーベルより、初の日本版 CD、Turn On the Night を日本国内の CD 店にて発売し、有志による日本語に翻訳した歌詞及びライナーノーツなど、日本仕様になっている。この日本版 CD により、 実質的に日本デビューを果たす。ありがとうございます。